はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は2年生の国語「風の郵便屋さん」についてお話をします。はい、えー、まずね、4月ですので、えー、音読にね、えー、たくさん時間をかけたいですね。音読は音読指導の技術という動画を上げておりますので、そちらの方をぜひ参考にしてください。えー、物語ですのでね、この後はまず最初は設定ですね。 えー、登場人物は誰ですかとで2年生ですので少し定義を与えて、ね、考えさせてみたいと思います。えー、登場人物いろんな定義があるんですけど一般的にはお話の中で考えたり話したりした人動物物とこうなりますね、えー、この定義に照らすと郵便屋さんアゲハチョウ犬スズメ小ズメとここまでですね 雲はは当てままりませんね。この辺り定義に照らしてどうかという話は2年生にさせてみたいですよね。えー、次に季節はいつですかと。これはね、春夏秋冬って書いてないんですが、ヒントとなる言葉がありますね。バラの花とスズメの学校と。ですから子どもたちにはね、ヒントとなる言葉があるんだけどな、なんて言って見つけさせたいですよね。バラの花は5月ぐらいからと言われてますので、初夏ですかね。学校はやはり4月からと考えれば春。 春から夏というふうに考えることができると思いますね。えー、次にですね、えー、それぞれの登場人物の気持ちを聞いていくと、教科書でもそこを重視しているんですけどもね、この場合はですね、気持ちを聞いていっても、あまり知的な話にはならないんですよね。というのはみんな待ち遠しいわけなんですよね。えー、むしろそこよりも、そのように思った理由、つまりうれしいな、待ち遠しいなって思っていたと思うよと。 予想がつくのは本文のどこかと、そこを探すことに、ね、力を入れる方がいいと思いますし、その方が国語の授業らしいですよね。えー、例えばですね、蝶々さんはどんな気持ちになったと思いますかと待ち遠しいっていうふうに答えたとしましょうね。えー、根拠となるところいっぱいありますね。あら、うれしいと。これそうですよね。ぜひ行かなくちゃとかね。急い,いそとしたくと。 この辺りを見つけることができるか。で、そういった時にね、このいそいそとはどんな意味かなと、いそいそとちょっとやってみてというような動作化を入れてもいいかなというふうに思いますね。こういう感じで犬と小雀たちにもやっていくんですけども、小雀これ同じこと3回やっていきますので、小雀のところでは、小ズメたちはどんな気持ちになりましたか、次のようにノートに書きなさいと。 コスメたちはまるまるという気持ちになったと思います。わけはまるまると書いてあるからです。というふうに書くことにもちょっと挑戦させてみたいと思います。最後はね。音読発表会、これいろんな形でね。劇のような形でやるいろんなパターンあると思うんですけども、この気持ちを込めて読むって意外に難しいんですよね。これを様々な場面でやっちゃうと分かりにくくなるので私ならですね。 小がわあ面白そう、う早く行きたいいなととううに言っているところがありますね。ここだけ練習させて、えー、子どもたち一人一人を指名させ、ね、していって誰が一番上手かな誰がコススメの待ち遠しいって気持ちにぴったりかなというようなことを聞いていきたいとそういう練習を少し積んでからそれぞれのパートで練習をするという形で音読発表会をやってみたいというふうに思います はい、ご視聴ありがとうございましたこの動画が役に立ったという方是非チャンネル登録をお願いします